パリもね、たくさん口出さったんですよ。そんなとじゃ僕はね、ちょっともうちょっと選んでみましたね。この4名以外も遅刻ポーズをしてくださった皆さん、何ですか、古川さん。もっと書いてほしい。何ですか？って言われれば、古川さんですよ。僕の撮影費用は。あ、俺？はい。2人のまだ。だって、じゃあキスとかお願いしますみたいな感じです。そう、キスしましょう。まあ、いや、するか。かっこいい。でも、複雑っすよね。もう仕事
2016年先輩だけだから先輩に対しますよ。同い年なんです。同い年の取り分け。あれが楽しかった。なんか同い年集まれた。集まって役者やってる同い年で集まってご飯を食べるとか初めてですか。すごい。俺のこと苦手。助けた、助けもなんなくなって。あ、助けてほしい。助けた。だから次お願い。楽しかったことね。あ、楽しかったことね。でもねこの星野っていう役なんで、はい、この役をやってること自身がもう楽しかった。結構やってて楽しいなっていうのがそんなラングだありがとうございます。どういう感じ。なんか気の良いよねみたいな俺じゃないけど言っちゃうみたいなありましたね。あ、見てるちゃん、カナちゃん見てるのかな。見てる。こう見てる。俺いじるの好き。すごいいじる。許してくれるから。まだしやっぱり甘え。キスって考えてするもんだよ。考えてするもんだよ。やっぱ違う答えになって変わるんだね。
母性をくすぐりたいんですね。ずっとでも可愛い。今現場中で、いや本当にいろんな方に。今とかもいい。ということで、今早速サインしていきたいと思います。はい、どうぞ。このね、この辺見た、はい、どこにでも書いてみて。ちょうだい。あ、もう書いてみて。ちょうだい。あ、ごめんなさい。ある流星群を見る約束をします。その流星群の名前は何でしょう。僕が演じる森田君は橋本環奈さん演じる ぜひ、回答してくれると嬉しいです。お願いします。ごめん、大丈夫。お願いします。お願いします。はい、ということで、じゃあちょっと置きましょう。はい、放送直前にして、皆さんにお願いがあります。今回1ページの恋略してカタカナでイチコイ、このイチコイというワードを皆さんの力で、ぜひトレンド入りさせて、出演しているドラマ放送記念とドラマの放送記念番組、ね、一リツイートの声が放送されます。いや、もうめちゃめちゃ面白い番組になってますので、ぜひ、ね、本当ね、芸人の皆さんがわーっと盛り上げて、うん、芸人さん、バイバイ。クイズもお願いします。シュタグもシュタグもね、ブンドリしたい。カタカナね。